はい、ヒズログです。で、今日は、なんとですね、まだこれはインターネットでまだ見てないんですけど、これです。はい、ドン。まあ、電工2種 今年の国家資格取らなくちゃいけなくて、それの電工2種ですね、なんとか、受かっていたようです。実技も。イエイ！というわけなので、一番高い。ああ、まだ冷えてね。乾杯です。ああ、常温のビールも美味しいんだよね。はい。で、そして島津の今年の、締めですね。一応また愛媛行くんですけど、今年はですね、ブログ記事を書いてないですけど、またドコモニプレスは今ちょっと開店休業状態ですね。これからですね、工事をしなくちゃいけないんですけど、ちょっと買う時に急いで買いすぎたことがあって、ちょっと気にかかることがあるんで、これ宅建、受けるところまでですね、受かるとは思わないですけど、受けれるところまで受けて、今日は行きたいと、今年はね、終わろうかなっていう感じですね。はい。あ、ドレッシングなくなっちゃったよ。一応祝杯ですね。今日は祝杯をあげつつ、今日は第2電工第2週ですね。今までの、ちょっとここにまとめてみましたんで、まず電工2週を取るのにどれくらいの時間がかかりましたかっていうところですね。どれくらいの時間かどうかって言ったら、一応厳密に言えば、2021年かなに教科書だけは買ってたんですよ。でも全然勉強してなくて、その時ね、冬やってたバイトがきつくて、全然勉強、手が回らないから教科書を眺めてるだけで、そんな身を入れてる勉強はしてないんで、実質ですね、去年のスキー場じゃないか、愛媛のみかんバイトに行った時ぐらいからやってました。教科書を眺めるだけ、ですね、それをやってました。で、本格的に本腰で勉強をやり始めたのがスキー場のバイトが始まってからなんで、12月からですね、12月の後半、2022の、12月、大晦日の前日でしたね、スキー場始まったのが、そこら辺です。で、そこら辺からも本腰入れてやって、スキー場バイトの3ヶ月間は教科書をみっちりやる感じです。だいたいですね、まだこれ、全部電工なんですよ。まだまだコピー用紙を捨てたやつもあるんで、大体こんな感じ。ひたすら写経してましたね。で、重要だったのはこの伏線図ですね。この伏線図だけは、俺の場合は、写経しないと全然入ってこないんですよ。ほら。こればっかりはいっぱいやりましたね。IV 線とか、IV 線の種類と、導線の太さに対しての最大のアンペア数、1.67272.0だったら35だったかな。で、そこら辺は全部覚えましたね。あとは引き込み線の高さとか、一応これ一冊っすね。1冊のうち、こういう感じですね。一応うさんくさいから、これが全部で4冊あって、これも伏線図ですね。はい。で、一応コピー用紙にも、いっぱいやりましたね。コピー用紙、ノート買うよりコピー用紙買った方が安いんで、これはですね、1次を受かってからですね、ひたすら伏線図だけを書いてましたね。一次試験に関してはノート2、3冊はやったかな。これ。
一般電気工作物とか、これも電工ですね。まあ、一応全部やってます。手書きですね。写経です。まあ、写経って意味がないって言われてるんで、あんまりね、おすすめはしないです。だって1年半だらだら勉強してるっていうのが、やっぱりね、取れる人って2、3ヶ月で取るじゃん。だからここまで気合を入れる必要はないと思うんですよ。ちょっと気合を入れすぎなのかなと思うけども、それくらいね、未知の世界だったから。で、あとやっぱり1回の受験が9500円かな。高いじゃん。だからそれを自腹切ってやるんだったら、もう一発で受かんないとやってらんないじゃん。だからまあ1年と半年。最初は根詰めてやるよりかは、単語のな、あの教科書の流し読み、最初から絶対最後まで流し読みをすることです。で、これもやったし、まあ一応全部、まあいいか、あと2冊あります。一応最初、まあ、ちゃんとこれびっちりやってるんで、何も考えずに、おっと、ごめん、びっちりやってなかったね。まあ、これ最後のノートだね。まあ大体こういう伏線図の基本とかをやってましたね。4冊びっちりやったっていうのは、パチこいた。嘘言った。3冊はちゃんとびっちりやってるから、こんな感じで。やっぱりややこしいっていうのは、みんないい加減に言うんだけど、まあ努力はしました。プラスとマイナスを間違えなければ受かるんだろうとか言われたけども、まずそこまでの話じゃねえよっていう話ですね。電気事業法と電気工事費で、電気工事業法と電気工事士法と、あともう一個ありますね、もう忘れたけど、教科書を見れば思い出すんではないかと思われます。で、大体、僕ができることっていうのは、やっぱり文系なんで、計算問題、V は IR とか、そのボルト計算問題ですね。計算問題は全部捨てたんで、基本的にマイナス12、3問から始まってます。最初の12、3問全く分かんないからストレスなんですよね。なんで、計算問題は全部捨てて OK。OK でした。で、計算問題は全部捨て、他の伏線図とか電気工事法とかを全部取るみたいな感じだったんで、おおよそ、まあみんな高校生とかも一緒に受けたんだけど、なんかね、テスト用紙に記入していいらしい。で、それ持って帰れるんだって。俺知らなくて、TOEIC とかのテストみたいに全く何も書かないでさ、なんだ今の、まっさらな状態でやっちゃったからさ、その、なんだっけな、回答の速報が実は出るんだって。オウム社とか、その宝山とか、電材を作ってる会社があって、その会社が速報を出すんだって。だから答え合わせをその場ですれば、受かったか受からないかっていうのはもう分かるんだって。でもそれが分からなかったんよ、それやってなかったから。だからもうやきもきしてましたね。なんで一次テストはもう回答書いちゃって、その場で、なんかオウム社とか動画でその年の解説するらしいから、もう書き込んでその場で回答しちゃって OK です。そういう流れでしたね。まあまあまあ受かったから、まあいっそ。で、これでですね、この家の電気工事も
自分一人でできます。で、これ電気工事全部露出配線でやったんですけど、教科書見ながらね。で、その時に電気工事士免許を実は持ってる人が手伝ってくれて、その人に話聞きながら教科書で「これってこれでいいんですよね」みたいな感じでやったんで、今度はね、まあ、僕が免許を持ってるので、自分一人で、できる形になります。で、やっぱり電工2種があると、やっぱり電気のことが分かるのと配線のことが分かるので、やっぱりすごい心強いですね。僕もここの家をリフォームした時はそれ知らなくてですね、よくあるんですけど、よくあるっていうか、まだ手つけてないんですけど、この襖の向こうにも使われてない電気の VVF ケーブルとコンセントあるんですよ。引っ掛けシーリングがね。で、その引っ掛けシーリングが怖くて、実は VVF ケーブルが足りてないんですよ。VVF ケーブルの長さ足りないもんだから、VVF ケーブルと掘りごたつの袋打ちコードっていうのがあるんですよ。まあ一応、問題、教科書にもあるんですけどね。その教科書で袋打ちコードっていう単語を知ったんだけれども、それが引っ掛けシーリングに無理くり伸ばされて付けられてるんよ、 VVF と。だからこれやべえなっていうのをちゃんと電気工事士の教科書を見て、勉強して理解して、今もうとっくに外してますね。この家を買った3年くらい前かな、そういうの見つけて、いやこれあからさまに火災になるでしょって。まあ一応そこ使われてないんですよ、それが幸いで。だからやっぱりチクフルを買うと、やっぱり電気関係はめちゃくちゃっすね。まあ僕もこれ初めて1軒目の家なんだけども、まあまあ天井裏登ると怖いっすよ、本当に。その恐怖がちゃんと電工2種の勉強をすると分かってしまうというところが、これまた怖いですね。一回ショートさして、脚立ごとなんかね、引っ掛けシーリング触ってたらこうバチンって火花と散って、一回飛んでるしね。だから電工2種を取ろうと思ったんよね。はい。で、そしたらね、エアコンの 200V スイッチだって設置できるし、まあまだまだいろいろね、自分でできることが広がるし、既存の電気工事士に金払うのがムカつくっていうのは一番の原因ですね。なんか電気工事士に曜変だけをこの家やってもらってて、曜変の時になんかね、言うことがどんどん変わってくるんよね。やっぱり、あ、これ天井どうすん、天井の穴開けるんすかねっつって、いや最初「いいよ、ここは露出でやってよ、露出配線でいいっすよ」って言って「ああ分かりました」っつって「いややっぱ天井通したいんですよね」っつって「いや、いいじゃん露出で」っつって「いやでもさ」っつって「いやだからそれ言え」っつってんだけど、理由言えないのと、あと天井ここ切んなくてもよくないかっていうところを、やっぱり切るわっつって切られたのと、ケーブルを天井の裏で、通してもらってる時に天井を踏み抜かれてるんですよね。お前やるなっつったじゃんっつって、それがムカついてるんですよ。電気工事士、まあ俺が引いた頼んだ電気工事士がいい加減だったっていうのはあるんだろうけど、もうそういうやつに自分がね、ここまで精魂込めてダサい空き家だったとしても、結構愛着があるからさ、別にそれはさ、新築かどうかじゃないよ、俺がどれくらい苦労したかの自己満足の話で。でもそれを組まないやつに触らせないこと、なんですよね。だからまあ自分でこの家はできるところで直すしね。で、宅建関係もできれば自分でできればいいんだけどね。宅建士の修行って高いからね。だからそこまでやっていけば、相手に対して筋の通った文句言えるから。まあやっぱりこういうところを、こういう視点を持つっていうのは重要だと思います。資格がないと発言力ないから、知ってるだけのオタクじゃね。はい、まあそんな感じです。で、電工2種に関しては僕はまあ大体半年、1年と半年ぐらいです。根詰めたのは半年ぐらい、全部写経です。で、テキストは3冊ぐらい、あ、今ここにないけどね。そんな感じですね。まあひたすらあとは、まあ僕の場合は、冬場しか体を拘束される仕事をしてないんで、時間ならたんまりあったっていうところはまあ違いですよね。まあそんな感じですかね。もうひたすら写経してたから、それ写経しか、写経で体の中に入れるしか言えないです。まあそんな感じで電工2種受かってます。はい、ではでは。